はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。はい、今回はイベント、次のキャンプはどこに行こうかな。愛のバレンタイン、りんちゃんに相談しよう。チョコバトルの収集ケースト後編です。バレンタインのお返しは物よりデートがいいな。後編ということで、風属性です。漫画道、コルクか。コルクしかいないんかな。ソルトがいますね。ソルト起用。めんどくさいけど行くか。うまくできるかな。できると思います。ということで、回復。フレーフレー、今は我慢の時だね。どんどん使っていこう。森に帰れ。倒しちゃった。まだ青汁のお饅頭が残っているの。きっと大丈夫。リカバリー強い。みんなで頑張ろう。自分も壁になります。焦らずに行きましょう。きっと大丈夫。うるさい。交代。見過ごせませんね。立ち止まらず諦めないで。再使用。みんなと一緒ならできるよ。お願い、間に合って。立ち止まらず諦めないで。よし、ちょっとしぶとくいくよ。お願い、間に合って。これはやれる気がする。やれる。私に何かしたら次のターンでしばくぞ。守りもしっかりしなきゃ。倒せると思ったけど、あ、惜しい。倒せない。いった。私も体を張らないと。体を張る、かっこいい。ミシン強いの食らわすぞ。この辺は分かってるんで、次が？みんなで走り抜けましょう。行きます。回復して、そして藤林先生。礼儀がなっていません。ちゃんと前へ移動しましょうね。ふざけたらどうなるか分かっていますね。皆さん、さすがです。しずくちゃんへのチョコの形、悩むな。どんどん行きましょう。中級です。コルク、みんなを仕切るなんてできるかしら。それができるんだよな。これはちょっと怖いかも。大丈夫。
なかなかしぶといな。ない。ない。フレー？フレー？ない。守りもしっかりしなきゃ。彼女にリカバリーを。それ一体。これなら大丈夫かな。マジか。焦らずに行きましょう。お願い、間に合って。そりゃ。オッケー。今は我慢の時だね。落ち着け落ち着け。マジか。盛り上がってきちゃった。おいでー。封じられしコラボコーヒーユニットを。彼女が頑張ってもらえない。タラリーなんて言葉忘れなさい。結構有効ですからね。食らわすぞ。レベル5に上がりました。今は我慢の時だね。さあここで交代。今度はコルクの出番。負けない。健康一滴見ますか。当然の結果。コルク強いな。バランスがいい。バレンタインのお返しは物よりデートがいいな。中級も難なくクリアです。上級へ。この組み合わせすごい強いや。確かにアズニアは強いが、私もお供させてもらうわね。防御が弱いからな、アズニャンは。よーし、来い。まだ青汁のお饅頭が残っているの。きっと大丈夫。汁物全部こぼす。ベッドで汁物全部。やば。あ、死なない。結構しぶといかな。ちょっとピンチがなんか嫌だな。残り一体。お願い、間に合って。みんな、無事に帰ろう。まだ青汁のお饅頭が残っているの。ちょっとピンチかも。言ったろ、守るって。今は我慢の時だね。こうだ。まあ倒せない。よし、覚悟しろ。あとは任せて。素敵なやつ、行くぞ。マジか。持っていきましょう。やば。交代交代せずに。盛り上がってきちゃった。見過ごせませんね。
反省が足りないようですね。いやいや、そんな、コルク言ってんち、負けない、健康の敵。そんな、今は我慢の時だね。これだと倒せないかな。健康の敵。いや、倒せない。立ち止まらず諦めないで。教師の威厳が。攻撃は最大の防御。1体だけ残った。どうかな、効いたかな。そうで回復できない。立ち止まらず諦めないで。自身が守る。そこで、ああ、とっておき使ったのが良かった。皆さん、さすがです。さあラストです。しずくちゃんへのチョコの形。さあ本気の戦いが見たいのってことで戦いを行います。勝ちに行かないと。行ってくるよ。生きて帰るよ。うわ、出た、思ったもんだな。フレーフレー。自身の行動スピードを上げていきます。守りもしっかりしなきゃ。なかなかしぶといな。もう死ねない、強い。本気は最大の防御となるかどうか。これなら大丈夫かな。どうかな、狙い始めてますね。来てる。いった、いった。盛り上がってきちゃった。次のターンでしばくぞ。これ一体。強い。だからリカバリーで回復していきます。焦らずに行きましょう。ダメージは少ない。大丈夫か。ほら、きっと大丈夫。やば、やば。一体は倒しときたいな。危ないかも。スピードも上がっていかないと。どうしよう。しかも、お前ら一旦落ち着かしぬか選べ。痛い。まだ青汁のおまんじゅうが残っているな。きっと大丈夫。まだ青汁のおまんじゅうが残っているの。やばいやばい、攻め合えてる。よし、殴ろう。
まだですよ、まだ使わない。自分単体で隣を発動。どうかな、聞いたかな、聞いたか。みんなで頑張ろう。能力を拡大させます。マジか。守りもしっかりしなきゃ。そりゃ、あとは任せて。いった。いったった。ダメージがもう深まってる。ゆいちゃんがどんどん行きます。スタミナを増やしております。いいペース。てへえ、どんどん削ってますね。うまくいくといいんだけど。今は我慢の時だね。もう痛い目見ろ。さあこれで残り1体、ボス戦ですね。フレーフレー、お願い、リカバリを間に合って。あ、どう、そうですね、誰を倒すか難しいところ。強いの食らわすぞ。1100か。一人入れ替えましょう。まだ青汁のおまんじゅうが残っているの。お願い、間に合って。落ち着け、落ち着け。やばい。1体倒した。いきまーす。えい、風になった。この前マジか、やばい。えい、コルクの必ず勝つ。どうだ、まだ倒せない。みんなで頑張ろう。見過ごせませんね。立ち止まらず諦めないで。反省が足りないようですね。攻撃は最大の防御。次も勝つ。バレンタインのお返しは物よりデートがいいな。はい、これで完璧に倒しきりました。まずトレード屋さんへ。早朝、早起きは三文の得。こっちは今だけ。地図本部？なんだこれ。いや、これじゃないだろう多分。限界突破は何も変えられないから。交渉成立。鍛冶屋さん、すがすがしい朝だな。頑張ろう。あ、サンゴは増えてない。ちょっと
っと待ってよ、産後医師トレーニングを短縮できることはなかったっけ。おはよう、爽やかな朝ね。10個、戻りました。お土産もありますよ。頑張ってるわね。なるほどね。こんな感じで産後石を使ってパワーアップできるのか。もう一応産後石、さて腕を振るう時が来たようですよ。この場合産後石っていくつだったんだろう。朝から鍛えるぞ。おっと、いけます、選択できます。ついにアズニャンの武器スキルレベルがアップってことになりますね。これでアズニャンを解放できます。この武器はもっと強くなるな。おっと、専用クリスタルも進化。はい、ケオンです、アズニャンです。3節もうあたりですね。なんということでしょう。なんということでしょう。この時期に全くフェスがないなんてね。時勢柄、はあ、残念だね。こうなったらブッキングライブとか対バンを組んでくれるところとかを探した方がいいかな。ブッキングライブに対バン、そういうものがあるんですか。うん、ブッキングライブっていうのはライブハウスが企画してやるライブで、対バンっていうのはいくつかのバンドで組んでライブをやることかな。なるほど、そういうものがあるんですね。放課後ティータイムの皆様ですから、これは引く手あまたでしょう。さあどうでしょう。それはどうかな、私たちここでは無名のバンドだし。無名なんてことはありません。晴天に乗っているのですから。むしろ知らない人は不勉強です。そうだそうだ、芸の極み、言語道断です。言語道断、そんな私たち崇められてたの。確かにお姉ちゃん崇めたくなるようなオーラ出てるよね。え、そうかな。崇めたくなるっていうか、ついお世話しちゃうっていうか。それ全然違うと思うけど。とにかく放課後ティータイムはエトワリアでも大人気バンドなんですから。あれ、言うと一緒にライブをやってくれるところの一つや二つすぐに見つかるはずです。言うと、なるほど、うん、頑張って探してみよう。はい、おー、大丈夫かな。なんだか暴走しちゃってるようにも見えるけど。はぁ、がっかり。そんなに落ち込まなくてもね。里中走り回って一緒にライブしてくれるところゼロなんて、こんなのおかしい、間違っています。そうだそうだ、みんな放課後ティータイムのことを知らないなんておかしいですよ。よく考えたらやっぱり無名のバンドなんてこんなものだよね。うんぬぬ、こうなったら私にできることはもっと宣伝をして知名度を上げて、いえ、むしろ街の広場を占拠してゲリラライブをやっちゃいましょう。占拠なんてダメだよ。でもライブもできて知名度も上がり、一石二鳥ですよ。だからって人に迷惑をかけちゃいけないよ。それだ、ゲリラライブだよ。あずさちゃんまで。ああ、ゲリラライブっていうのは言い過ぎにしても、路上ライブはいいんじゃないかな。放課後ティータイムの音楽性を聞いてもらえば、ファンも増えるかもしれないし。
なるほど、名案です。きっと翌日にはファンクラブができちゃいますね。そんなにすぐには増えないと思うけど。それじゃあ早速やってみようよ。路上でライブができる場所ってあるかな。はい、路上で演奏している人がいるところを見たことがあります。そこにご案内します。うん、お願いね。さあ、次の進化でこの新しいものが開くようになります。ちょっと急ぐ。ありがとう。